東福岡試合前のロッカールーム、千葉総監督が選手の士気を高めます。戦うっていうのはですね、みんなで戦うわけだから、一つの目標に向かって一つ一つしっかり自分を持ってるんだ。それがフォワードチームだ。行くよ。赤のユニフォーム、 J リーグ内定者3名を擁する東福岡対黄色と黒のユニフォーム、大阪東海大仰星。前半14分、まずは前回王者の東福岡が仕掛けます。左足のシュートですよ。ガンバ大阪入りが決まっている高井のミドルシュートはクロスバーを直撃。東海大仰星ゴールを脅かすと、さらに前半26分、その高江のコーナーキックから小田がヘッド。しかしこれはキーパー正面。得点は奪えないものの、東福岡が攻め立てる展開で前半を終えます。後半に入っても試合は東福岡ペース。しかし東海大仰星の堅いディフェンス陣が体を張ってシュートを打たせません。城さん、この東海大仰星のディフェンスいかがでしょうか。そうですね、やはりこう人数をしっかりとかけてね、今も7枚いましたからね、はい、絶対やらせないっていうね、思いは強かったですよね。集中力の切れないディフェンスを見せました、黄色と黒のユニフォームの東海大仰星です。耐える展開が続きますが、後半26分にコーナーキックのチャンスを獲得します。蹴るのはキャプテン松井。ここもファーサイドの剣、シュート入るか、決まった。先制点は大阪府代表東海大仰星。東福岡はこれが今大会初失点。ジョーさん、東海大仰星はゴール前でよく粘りましたね。そうですね、セットプレーからですけども、本当気持ちで最後押し込んだって感じですね、はい、いやーこれはね、本当になかなか入るゴールではないですけども、素晴らしいですね。これで前回大会王者の東福岡に1点先制です。何としても追いつきたい東福岡は後半39分、浮かせたボールはゴール前、さあシュートを打てるか、佐藤亮がその後ろ、ゴールキーパー宮本守った。東海大仰星のゴールキーパー宮本が身を挺して死守。前回王者東福岡追い込まれます。そしてここで長いホイッスル、東海大仰星1対0、前回王者東福岡を破る大金星。少ないチャンスから奪った1点を守りきった東海大仰星が初のベスト4進出。一方の敗れた東福岡、連覇の夢は準々決勝でついえました。試合後、東福岡のロッカールームでは、これを本当にしっかり受け止めて次に向かってください。プロだろうと大学だろうと関係ないですよ、ね、次のステージ本当にもっと厳しくなると思う、ね、2年生来年厳しいですよ、来年2年生、1年生、本気になってやらないと、しっかりやってください、いいですか。一方、勝利した東海大仰星、キャプテンの松井がチームの強みを語りました。どんなところが魅力のチームなのか。やっぱ組織力ですかね、まあ、攻守においてやっぱり一人一人の責任能力で守備も攻撃も全員で戦うっていうチームですかね。チームとして一体感もあるんで、やっぱ優勝できるチームかなと思います。初の選手権制覇を狙う群馬前橋育英が6大会ぶりの優勝を狙う兵庫滝川第二と対戦。黄色と黒の前橋育英は前半6分、ロングスロー瞳を狙ってきます。超えていくんだ。渡辺大輝の左足シュート、ーすごい。これはポストの左、思い切りましたね。さらに前橋育英が仕掛けます。落ちたボール、これチャンスですよ。チャンスになる、中に入ってくる、長澤、ああこれ PK だ。ここが PK です。 PK、 前橋育英高校前半20分、 PK 獲得。城さん、この前橋育英の攻撃いかがでしょう。そうですね、瞳選手が落としたボールを長澤選手がね、これタイミングよく走っていってるんですけども、はい、これは相手はね、もうファウルでしか止められない状況でしたよね。瞳が起点となり PK を獲得した前橋育英が先制点のチャンス。
決まりました。真ん中に決めました。前橋育英高校6番の長澤宏樹、先制点を決めています。先制した前橋育英はさらに35分、さあここはピンチになる、シュートいった、ナイスカバー、10番の飯島のシュート、ロングボールに競り勝った瞳を起点に次々とチャンスを作ります。1点リードで折り返した前橋育英。ハーフタイム、前橋育英のロッカールーム。次の1点の勝負だ。それまでまた最初来るよ。だけどもうだんだん分かってきたから、あとはもういいか、ここだ、ここ、ね、去年はここでやられてんだ。いや絶対勝つんだお前たちが。 OK、 よし、頑張ってこ、次の1点、次の1点、後半も前橋育英の勢いは止まりません。10番の飯島、短いパスをつないで長澤、そしてワンツー、飯島抜けた、飯島のシュート、左足、キーパー止めた、カシロ、ナイスセーブ、ナイスセーブ。チャンスを作るもこのシュートは相手ゴールキーパーに阻まれます。さらに後半15分、高澤のミドルシュート、押し込まれた、飯島、こぼれ球、シュート、ジョーさん、このミドルシュートどうでしょうか。そうです、プロ顔負けのね、やっぱり伸びていくようなボールでしたよね、はい、あと数センチでゴールでしたけどもね、惜しいシュートでしたね。さあそして36分でした。さあ瞳チャンスになる、横に山場入る、切り返した、瞳倒れる、 PK、 前橋育英瞳の突破で PK を獲得。2枚目のイエローカード退場、泣き崩れる。一人少なくなった滝川第二に対し追加点を奪いたい前橋育英。フォワード24番の瞳大地、前橋育英2点目を決めました。またまた PK、 瞳の今大会初ゴールが追加点。キャプテンの今井はベンチから下がって今仰向けの状態。名門滝川第二を圧倒した前橋育英、瞳の活躍などで準々決勝突破です。1試合目は点取れなくて、2試合目3試合目とディフェンス陣が頑張ってくれたので、今回は点取ろうと思って臨んだんで取れてよかったです。嬉しいんですけどここからだと思うので、気持ちを引き締めて次の試合に向かってやっていきたいと思います。高校サッカーを取材し20年、サッカージャーナリスト川端明彦の注目選手情報ピックアッププレイヤー。お待ちかね、川端さんから届いた情報を川端がお伝えするコーナーです。はい、どうぞ。はい、いきます。こちらです。怪我をきっかけにパワーアップということなんですが、川端さんによりますと1年生の時にこの瞳選手怪我をしてしまいまして、その原因を体が細かったからだと自分で分析したそうなんですね、うん、なので体幹の強化にまず取り組み始めたと。さらにもともと大食いチーム 1-2 を争う大食感だったことから、筋トレ×大食感でパワーアップに成功しました。なんと身長9センチアップ、体重も10キロ増量ということで、ジョーさんもお話にありましたポストプレーの強さの秘密はこういったところかもしれませんね。なんかね、この間あの痩せるというね、はい、ダイエットという感じでしたけども、はい、太るのは僕に任せてくださいね。何もしなければ太りますけどもね。いやでもやっぱりそれだけパワーアップをして、はい、強靭な肉体を作ったということはやっぱりすごいですし、それだけ活躍できますからね、はい、素晴らしいと思いますね。次の試合の瞳に注目。以上ピックアッププレイヤーでした。栃木の佐野日大とここまで無失点の東京 A 駒沢大高の関東対決、勝てばどちらも初のベスト4となります。前半8分、青の佐野日大にチャンス、そして飛び込んでいく佐野のシュートが見やすい、クロスバーを叩いてまだあるか。3年生佐野のシュートはクロスバーに直撃、先制はなりませんが相手にプレッシャーを与えます。一方の駒沢大高は前半38分、長井、矢崎入っていく、長井、そして影山いる、影山のシュート、当たった。3年生影山のシュートは体を張ったディフェンスに阻まれます。
両チームとも守備は固く、無得点のまま拮抗した展開で試合を折り返します。ハーフタイム、駒澤大高の6回目では大野監督が選手に檄を飛ばします。なんか考えてやれてんのかな、これやれてんの。なんかもうあっという間40分終わっちゃったよね、ほんとね。誰かいい選手いた今、前半見て一番いいの1年生が、申し訳ないけどこの大舞台で、ね、ベスト4をかけた試合で一番やってるよ、申し訳ないけど。自分で強気も作れよ、松野ぐらい。誰かこんな、あ、ゲーム見てお前感動してくれんだって。だから本当に自分たちでそういう風にやってください。はい、はい、頑張りましょう。はい、行こう。まずやろうか。監督の激励を受けた駒澤大高イレブンは後半2分コーナーキックのチャンス。誰に合わせていくか、西田か。いや、こぼれた、こぼれている。押し込めるか、入ったか、入ったか、まだ大丈夫か。佐野日大の3年生梅澤、ゴールラインギリギリでチームを救います。するとここで両ベンチが動きます。佐野日大が勝負強さの光る3年生大熊を投入すると、対する駒澤大高も2回戦でゴールを決めた米田を投入します。すると後半22分、さあここは米田、後ろ向いたか、前向いてシュート、すごい、決まった。後半22分、米田が決めた。変わったばかりの米田が放った振り向きざまのシュートはゴールネットへ。駒澤大高の采配が見事的中し、ついに均衡が破れます。しかしその4分後、さあ長いボール入ってきます。ヘッドでスラして、シュートを放つ、決まった。またか梅澤、同点ゴールは梅澤。3回戦豪快なダイレクトボレーを決めた佐野日大の梅澤が2試合連続のゴール、試合を振り出しに戻します。このまま PK 戦かと思われたアディショナルタイム、長崎入るか、短いパス交換、長崎だ、打てるか、長崎のシュート、決まった。途中出場の大熊が技ありのアシスト、受けたエース長崎が決めて、佐野日大が土壇場で逆転に成功します。そしてこのまま試合終了。初のベスト4をかけた関東対決は栃木の佐野日大が制しました。前回大会ベスト4の青森山田は埼玉小中深谷と対戦。この一戦に大友花恋さんも会場に駆けつけました。試合が動いたのは前半13分、中には鳴海、その鳴海に落としてシュート。先制点は青森山田高校。夏のインターハイ得点王鳴海が今大会4ゴール目。青森山田が1点リードで前半を終えます。エンドが変わった後半8分、4番の金子落としてゴール前、シュート、まだある、後ろから玉木のシュートはサイドネット。 FC 東京内定の守護神広末がファインセーブ。今大会無失点の青森山田が堅い守備で得点を許しません。すると後半13分、得意のロングスローから得点が生まれます。豪華なロングスロー、三國に合わせてゴール前、シュート、高橋が決めた。小山のロングスローから最後は高橋。青森山田が高橋の3試合連続ゴールでリードを2点に広げます。